ナノテクノロジーの進化に伴い、物質の分子レベルの微細加工が実現されています。それは細胞をはるかに超えたタンパク質や分子レベルサイズのパターン形成技術が可能になったということです。物性科学基礎研究所では、ナノとバイオのテクノロジーの融合領域、ナノバイオに新たな通信や医療の可能性を探り、神経細胞の成長やネットワーク化メカニズムを解明。その技術はニューロンのデザイン手法確立のレベルに達しました。そして今、1ミクロンから1ナノの領域を対象とするタンパク質をターゲットに新たな展開を図り、そのメカニズムの可視化技術を追求しています。従来、タンパク質の可視化は結晶化、つまり生きていない状態の画像によるものがほとんどでした。しかし、メカニズムを知るためには生きた状態での変化、動きの可視化が必要です。単身と飼料の原子の間に働く力を検出し、さまざまな環境下で培養液中の生体飼料の画像化を可能にする原子間力顕微鏡。物性科学基礎研究所では、バイオ技術のさまざまなノウハウを原子間力顕微鏡に投入し、受容体タンパク質のイメージングに成功しました。細胞内のカルシウム濃度の調節を受け持ち、かつ脳神経活動で重要な役割を担う P2X 受容体タンパク質が ATP の有無で開閉する現象を世界で初めて可視化したのです。タンパク質デバイスの開発を目指すには、構造やメカニズムの解明と同時に、タンパク質の輸送や配列制御も重要なテーマになります。微細なパターン上に配置し、温度を上げると動き出す金のナノ粒子。温度を調節することで配列を制御できる現象を利用し、金の上にタンパク質を乗せれば、その配列制御が可能になります。また基板にナノレベルの微細パターンを設けると、分子がパターンを進んでいくことも明らかにされました。いずれもタンパク質デバイス実現の可能性を高める研究成果です。現在、物性科学基礎研究所はオックスフォード大学との共同研究も実施しており、タンパク質および膜融合に関する優れた技術と NTT の微細加工技術やナノ測定技術との融合を追求。バイオデバイスや互換センサー、さらには生体情報のモニタリング技術などの実現に向けて研究を進めます。